はい、どうもムッチーです。今日は伊勢神宮の、近くにあります神宮彫古館というところに来ています。このような風景、建物がメインですけども、このような風景を、今日は描いてみたいと思います。今日はですね、水彩のグループで、何人かで来ています。ちょっとグループとは離れた場所で一人静かに、こっそり撮影をして進めたいと思います。あちらの方で画家さんたちが描いています。同じ絵画グループの人たちなんですけどもね、また手前でも描いていらっしゃいますね。またすぐ前でも描いていらっしゃいます。私はちょっと離れたところでひっそりと描いています。結構デッサンが、建物が細かいので大変ですね。建物のディテールが非常に細かいので大変です。今日は見事にマスキングインクを持ってくるのを忘れたので、まずいですね。なので、いつもの得意のマスキングインクを使った、書き方ができそうにないので、なんとか頑張って書いてみたいと思います。なので、明るく抜けるところはもうティッシュで。このように木の葉っぱを抜いていきます。刻一刻と太陽が動いていって、影がどんどん変わっていくんですよね。なので、素早く今回は影の部分をグリサイユ画法で、影だけを先に描いていくことにします。はい、グリサイユで、建物の影を表現しました。ではどんどん続けていきます。では徐々に緑を描いていきましょう。濃いめの緑も混ぜていきます。路面に映ったこちらの樹木の影を描きます。結構これがポイントになると思います。これをちょっと、しっかり描いて、雰囲気を出したいと思います。こういう時は筆を水平に動かして、するのがポイントです。これ角度が狂うと影に見えないので、必ずこういうふうに水平に動かしていきます。建物に、うっすらベージュの色を入れていきます。光が当たっているところはそのまま白のまま残します。草を塗っていきます。
カバンの中にちょっとだけマスキングインクが残ってましたので、かろうじてちょっとだけマスキングを施したところがあります。樹木の細かい幹を描いています。ディテールを書き込んでいます。はい、とりあえず完成といたします。あとは家で微調整をしたいと思います。はい、では自宅で、じっくり今から最終調整とか加湿とかしていきたいと思います。まず現場ではやはり明暗の調子をじっくりと判断している、なんか余裕がなかったと言いますかね。なのでここでじっくりと明暗を判断して、いきたいと思います。暗いところは暗く、明るいところは明るくということですね。こういった建物の中はすごく暗いと思いますから、ここはもっと濃くします。はい、建物の明暗バランスはだいたいこんな感じかなと思います。はい、では樹木の明暗バランスを整えていきます。こちらの樹木の下側にグッと濃いグリーンを置いています。夏の眩しい光に、反射しているような感じで、それで、くっきりと影が映っているような感じの、コントラストが強い感じにしてみました。なので、こういった日陰は結構濃く描くようにしました。この辺りもそうですね。そして、まあ、視線がこの真ん中に、行くように、集中するように、する感じなので、ピントをこの辺りに合わせてるっていう感じで、なので、こういった隅っこはもうちょっとざーっと大幅にぼかしを入れてみました。これでだいぶ意識が真ん中に集中するという感じ、ピントがここに合ってきたっていう感じになりましたですね。ちらほらと結構オレンジっぽい葉も少しあるんですね。なのでそれらもちょっとこうやって入れています。でオレンジと緑でこう補色対比によって、なんかこう画面に、なんかスパイスが効いた感じになりますね。緑ばっかりで、同じような緑ばっかりなので、その中でオレンジがあると、ピリッと効いた隠し味的な感じになりますね。はい、完成しました。このような作品になりました。ではアップで見ていきましょう。建物の遠くの方は、少しぼかしまして、トーンも落としまして、それで、遠くにあるように見せていると。そして近くはこのようにくっきりと濃くかいということですね。それで遠近感を作っています。左の子たちはこんな感じで、この左の方から光が来ているので、樹木の右下の方は影になるので、
このような逆光のような濃いトーンで描いています。葉っぱの隙間から向こうから覗いているような感じに仕上げました。近くの手前の草はこんな感じで、手前の方はぼかして焦点がぼけるように、主題の方にこちらの方にピントが合うように構成しています。で、この樹木の影がこの路面に映っているということで、トーンをくっきりしてこう非常に明るい日差しの中にあるようにしてみました。右側の草むらはこのような雰囲気です。で、上に上がっていきますと、こちらも樹木の右側の方は影になってくるので、濃くそしてぼんやりと表現しています。主題の方は濃淡をくっきりして、ピントが合うようにしていますけども、手前の樹木はさらに、シルエット状のような感じでエッジをちょっと強調して、建物よりは随分前にあるということを表現しています。右上の方はこのようになっています。はい、ということで、伊勢神宮の近くにある、神宮彫刻館を描いてみました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。